オースシネマは愛知県名古屋市中区オースにある映画館42席の1スクリーンを有する2019年3月30日に開館した戦前のオースにあった帝国劇場オース映画劇場現在のオース近代のオースは名古屋市随一の歓楽街として栄え東京、浅草と大阪1000日前と並ぶ日本三大商業地と称された 1897年2月28日には、若宮八幡宮境内の末広座で、トーマスエジソンが発明したキネトスコープが試験、上映され、3月1日から15日間にわたって、一般公開された。試験上映も、一般公開も大阪に次いで、日本で2番目のことだった。1908年1月には、 大津に活動写真常設館の文明館が開館したが、1903年10月に開館した東京、浅草の電気館、1907年7月に開館した大阪、1000日前の1000日前電気館に次いで、文明館は日本で3番目の活動写真常設館だった。1908年4月には、大津2番目の活動写真常設館として電気館が開館した。 1909年3月には、オース金城座が、1910年6月には、企京座が、芝居小屋から活動写真館に転換し、1910年8月には、活動写真館として、日出館が、1912年7月には、太陽館が開館した。昭和初期が、オースの映画館数のピークであり、オースに次ぐ、繁華街である広小路通りには、 映画館が2巻しかなかったものの、オースには23巻もの映画館が存在した。太平洋戦争の空襲では、オースにあるすべての映画館が消失したとされるが、戦後すぐに複数の映画館が再建されて営業を再開した。戦後のオースの映画館数のピークは、昭和30年代前半であり、14巻の映画館があった。オース観音周辺には港座、 太陽館、キネマ会館、大須新庄地区、大須東映があり、一万松寺周辺には赤門劇場、日活シネマ、大須大映、東洋劇場があり、その他には平和劇場、宝塚劇場があった。1959年のミッチーブームを機にテレビが一般家庭に入り始め、1964年の東京オリンピック前後にはテレビが一気に普及。 この煽りを受けて映画は、車用産業となり、オースの映画館は相次いで閉館。名古屋の映画館外は、名古屋駅前とえに移っていった。1950年代から1970年代前半、万象寺2には、日活シネマ、オース大英、名古屋劇場、万象寺、日活の4館が並んでいたが、1977年には、これらの映画館の跡地にアメ横ビルなどが、 開業している。1985年3月29日には、ヘラルド映画工業が経営する太陽館が閉館。1912年に開館した太陽館は、名古屋市に現存する最古の映画館だったとされ、ヘラルド工業の古川ため三郎が映画業界に進出するきっかけとなった映画館である。これによって、オースの映画館は、 成人映画館のオースメ画座のみとなったが、オースメ画座も1988年後半に閉館し、映画館の街オースから映画館がなくなった。チケット売り場テイクアウト専門の飲食店かつて、オースで医療雑貨店を経営していた中川健次郎らは、2016年8月からは、中高設市場の空きスペースで自主上映会、オース赤門メ画座を開催し、 同年12月からは、各大山でも月1回の頻度で、出張上映会を開催した。2018年9月には、中川らが中心となって、特定非営利活動法人オースシネマを設立し、本格的に常設映画館の開館を模索、クラウドファンディングなどの寄付や、約250人の参助会員費によって、約2000万円の開館資金を集めた。 2018年11月から12月には、開館プレイベントを行い、映画ポスターや映画パンフレットの展示販売会、大学生らの制作したアニメーション作品の映像展示会などを行った。2019年3月30日が、プレオープン日であり、フランス映画、禁じられた遊びを上映したオープニングイベントには、約120人が参加した。当初は、西部劇、 シェーンを上映する予定だったが、シェーンの上映には DCP が必須のために断念している。3月31日にもオープニングイベントを開催し、活動弁士を招いて、ハロルドロイドやチャールズ・チャップリンの短編無声映画などを上映した。4月1日が正式オープン日であり、石原雄二郎支援の嵐を呼ぶ男などを上映した。2020年に入って起こった、 新型コロナウイルス感染症流行の影響により、同年3月から一時休館。国が発した緊急事態宣言も重なりわずか1年で、廃業の危機に瀕したが、同年7月9日、旧法人を解散したとともに、副支配人だった犬飼健太が代表を務めるデザイン会社、株式会社大丸に運営上とされたことが明らかになった。これに伴い、犬飼が、 支配人に昇格し、同年8月24日に再オープン。再開前日の8月23日には、名古屋声優によるオープニングイベントが行われ、元 SKE48 の館みきも参加した。大須シネマのスクリーンと、客席大須シネマのロビー番章寺通に近い路地に、面した約100平方メートルの喫茶店の建物を沈着して、映画館に改装。 縦2メートル横3.5メートルのスクリーン、42席の座席を備える。建物内には世界の山ちゃんによるテイクアウト専門の飲食店を併設する。名古屋シネマテイクやシネマスコーレ、伏見ミリオン座や名園小劇場など、名古屋市にすでにあるミニシアターとは異なる独自路線を施行している。中川は大規模映画館とミニシアターの間くらいのポジションを 取れると面白いと語る。劇場は歌詞ホールとしても活用し、e スポーツのイベントなども開催する。午前中は時代劇や西部劇などの名作映画。日中は子供や若者向けのアニメ映画。夕方以降は短編映画などを上映する。入場料は当日券のみであり、作品ごとに1000円から1500円となる。2週間から1ヶ月ごとに上映作品を入れ替える。 中小の配給会社を中心にして飛び込みで交渉を行い、日活や東京テアトルなど約10社と契約した。当面は劇場用ブルーレイディスクを用いるが他の映画館ではデジタルシネマが主流であり DCP が必須の大手作品の上映は断念する。ベトゥーバーの君のミヤはオースシネマの看板娘として広告宣伝を行っている。ありがとうございます。